皆さんこんにちは。山新の山旅チャンネルです。それでは、岩脇寺第一駐車場から岩脇さんを登山したいと思います。それでは登山開始です。よろしくお願いします。あれ、この下かな。あ、これや。誰かストックやで、もう帰ろうってなったもん。落ち葉の小道。
陰性の道通行止まり。陰性の道は通行止め。こっちか？でもさっき人がなんか見えたけど。お寺はこっちなんやけどな。お寺はこっちなんやけど。お寺から先は行かれへんことかな。え、西の道はどれなんかよ、ほら。よでここ通行止めなっとうからな。え、一方通行これ。こっちから行くか。右になってほしいな。お返しやったからな。なんか建物がある、はい、わ、滑る、木が滑るな、これ滑りますって書いておいて。え、いや、木はなぜ滑るんやろ。濡れてるし。下りの方が怖いな、これ。うわ、めっちゃトロトロするな、これ。いや、普通滑り止めみたいなのあるんやけどな。ここは な、何を？うん。本日は閉館しました。うん。だからお寺のとこあるのに。お寺通らないって言ってなかった。いや、よう分からへんだから。お寺みたいな、これ。現在地、お寺のなんか表示や。
どっち行く？階段押し60分ダイヤモンドトレイル見客者向きコースよくわからないです。さっきの人どこ行った？時間範囲は右か。ダイヤモンドトレイル別に下りをこっちから行くか上りを左側が行くかどっちか。あ、どっち行く？二車だご行く。いやそんなんもん。なんで？あ、こう行くかこう行くか展望デッキなんとか一望できる。だから上りを左側から行って下りを。ああ、降りるには快適ってなっと。うん。なんならこっちか。左側から行って帰りは左右から降りたいんじゃん。え、急な方行った。あ、うん、早く早いこと登りたいの。あ、そういうのもいいのか。え、だから展望台が途中あるから、まあ10分ちょっとぐらいこっちの方が長いけど。本庄さん、こっちやったのかな。おそらくそうやと思うけど。登りワーキャーワーキャーとか。うん。あれ登るだけ降りるなんかな。うん。テレビ的には多分こっちから行ったはずだと思うけど。展望台いうかやから大阪市内が見えるんやろ。全く一緒やな、これ。こんにちは。阿部のハルカスは見えへんの、わからんの。あれ、梅田方面かな。え？いや、ガスってないよ。正面が生駒山かな、あれ。ああ、ない。出たん。いや、多分なんかそんなこと言ったから。
背中が熱い。うんうん。来すぎやん。Thank you.
ト？テントじゃん。ブルーシート用途だけやん。な、何を？クッカ。なんでクッカなんか。ご飯、今ご飯しよう。日帰りの時。そんなあの荷物になるよな。美味しそうやった。まあ支柱的な感じやけど。材料買ってな、うん、トイレあるやんか。陶器閉鎖ちゃん、もしかして。あ、使えるんや。帰りここどうやろ。え、帰りここどうでしょ。これをよったやな。もうじゃん。うん。いや、それは上に上がったきれい。自治会の所有地。こんにちは。こんにちは。お天気うるわしおちゃん。ああ、そうや。あの辺。かやぶき屋根でこれを使うんやな。そんな家多分もうないとは思うけど、どこも。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。岩場木山山頂897.7。あっち奈良やな。すごいな。どうしたの？あ、こんにちは。ここは頂上で、向こうが展望台か、見晴らし屋やわ、向こう。またや。何を？丸いとこ。ダイヤモンドトレイル。でも奈良の方は見ると思わんかったな。向こうが奈良やわ、多分。あれが生駒で、あれをこう、こっちは金剛山で、あれは桂木山やで。海は綺麗に見えるな。あっちが行こう。あ、明石海峡も。明石海峡大橋が見える。
あっちやって、だから。うん、まあ邪魔やったら邪魔やけど、観光が見えるで。あれ観光やろ多分。あのあれな。で、あそこから観光とか考えたんか。あれ明石海峡大橋やな。うっすらと、うっすらとしか分からへんけど。日本なんか首都が見えるわ、あれ。あ、日本か、あれ。わかりにくいな。
あの、観音寺とはもっとちょっとちゃうな。うん、兜山の。え、あ、ほんまや。めっちゃ太いな、これ。え、こんなとこあったんやな、大阪に。太いな。あ、こっから降りるんか。どっちから行くんやろ。色彩館どこ？いや、色彩館まだこっから行けるんか。どう見ても道やな、これ。赤い実あるで。赤い実。通行止めの道かな、もしかして。行けるけど、なんか通行止めっぽいな、これ。せやな。この向こうかやもんな、多分色彩館は。
折れね。通れません。かや、20メーター。